どうもゆうきチャンネルの中野ゆうきです。さあ今日本日も詰将棋の方やっていきたいと思います。本日作らさせていただいた詰将棋は7手詰めということなんでね、非常に簡単に解けるんじゃないかなと思います。では棋譜の方を読んでいきたいと思います。玉型駒井ですね。玉型駒井2一玉、3一玉、4一飛車、2二金、3二角ですね。攻め方4枚ですね。1一金、2三飛車、3三角、4二歩、そして持ち駒は1枚もありません。では、1分間お考えください。はい、では解説させていただきます。皆様ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。さて、今回ね、どのような詰ませ方があるのかね、皆様にお考えいただいたと思うんですけども、探しましたでしょうか。今回のポイントはですね、ここですね、三三角ですね。この三三角をね、うまく使っていくというね形になるかと思います。まずは4一歩成からね入っていきます。これで飛車を取るんですね。で、これはもう同玉、同角なんですけども、はい、同玉で取りますとね、ここに飛車が打たれてしまいますね。そうするとね、非常にこう攻めが、あれなので、まあ、ちょっとだけ解説しますと、同玉で取りました。飛車打ちます。まあ、これね、戻るとね、あれなんで、これもね、こう取ってね、こういきますね。はい。こう来ましたところですね、最終的にこっちにね、こう来るということがね、ありますのでね、これはね、簡単に詰んでしまうね、方法ですからね、あまりこれね、同玉で取るっていうことじゃなくて、これね、同角で取るというのはね、手ですね、同角で取りまして、2二歩成ですね、はい、2二歩成。そうなんですね。この2二歩成という手があるので、ね、同玉で取るとちょっと厳しいかなっていうところです。はい、これは同金ですね。同金で取りまして、2一飛車打ち。ここに飛車を打つんですね。はい。これも同金ですね。これも同金で、来まして、はい、4二金打ち。これね、駒をただね、減らしてるだけなんでね、結果的にこれで詰みということになります。はい、ではもう一度解説させていただきます。ここの状態ですね。ではもう一度解説させていただきます。4一歩になると。で、まあ、これもし同玉で取ったらですね、同玉で取りましたら、はい、4二金飛車打ちですね、4二飛車打ち、5一飛車ですね、5一飛車、4三飛車なり。で、まあ、こう逃げていくしか、あと手がないんですけども、まあ、これもね、もう詰んでると思いますのでね、はい、これはね、取ることができないということで、これは同角でね、取るのがね、一番いいんじゃないかなとは思います。で、ここでね、金を取りましてね、で、同じく金とこう切っていきますね。で、2一飛車打ち。で、これで、ね、飛車はね、いらないんで、ここで突き捨ててしまうと。
で、最後はこの4二金打ちで、これでとどめを刺すということです。はい、ということでね、本日の動画はここまでです。皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。次の詰将棋の方もお楽しみいただければと思います。それでは失礼いたします。